エリサベト、ダンマークは、ドイツのブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテル公、ハインリヒ・ユリウスの二番目の妻。デンマーク王フレゼリク二世とその妻で、メクレンブルク公、ウルリヒの娘であるゾフィーの間の第一子、長女として生まれた。スコットランド王ジェームズ六世の花嫁に臨まれたが、父王はエリサベトを手放すのを拒み、代わりに妹のアンナを与えた。 1590年4月19日に、クロンボー城において、ボルフェンビュッテル公ハインリヒ・ユリウスと結婚した。ハインリヒ・ユリウスは、婚礼のために、コッペンハーゲンに到着した際、宝石賞に身をやつして、エリサベトに対面した。そしてエリサベトに宝石を送り、その代価として、彼女の純血を要求した。そのため彼は捕獲され、 身元を明かしてこれが悪ふざけであることを証明せねばならなかった。1613年に夫と死別すると隠居したが、長男で後継者のフリードリヒウルリヒが、長身アントンフォンシュトライトホルストに国政を任せるなど優柔不断さから失勢を重ねたため、見かねたエリサベトは、弟のデンマーク王クリスチャン4世の協力を得て、息子とその長身一派を排除し、 1622年まで、ボルフェンビューテル工領を統治した。1617年には、エリーザベト級品を領内に開いている。30年戦争が始まると領内は荒廃し、エリザベトの住む城も略奪された。ありがとうございます。